はいどうも、ポニャです。とうとう調整の内容来ましたね。周りのギルティー勢も来年のスト6ばっかり話題にしてて、全然ギルティーの話題がなかったんですけど、これでやっと周りのギルティー勢もギルティーの話題になりました。今日は回の方を重点的に見ていこうかなと思います。はい、まず共通の方から気になる場所を見ていこうと思います。カウンターヒットですね。P や K でもカウンターヒットした場合、クソデカカウンターが発動するみたいですね。これによってカウンターヒット確認をすることで、さらにコンボが伸びるということみたいです。タッチ K とか禁 S でダッシュキャンセル追加されたみたいなんで、そちらの方もうまく使ってさらにコンボ伸びそうで楽しみです。次はダッシュキャンセルですね。タッチ K と禁 S でダッシュキャンセルができるようになったみたいです。これはめちゃくちゃ嬉しいですね。コンボとかも大幅に変わってくるんじゃないかなって思ってます。はい、では次は本命の回帰スコを見ていこうと思います。ダイヤエクラは硬直時間が減ったみたいですね。これによって、ダイヤエクラガードさせた後のソルの6ハイスラーの確定反撃とかもなくなると、ソル戦がだいぶ楽になるかなと思います。さらにステージ端では追撃が簡単になっているとのことなので、画面端で 6P 対空をした後のダイヤエクラから、ビダニ系6ハイ、ハイスラベイパーみたいなコンボが簡単になるかもしれませんね。次はスタンエッジです。スタンエッジまた強くなりましたね。前のバージョンでも強化されたのにさらに強くなったということで、これは楽しみです。さらに空中スタンエッジの硬直時間が減ったみたいですね。もしかしたら空中スタンエッジから手打とかいけるかもしれません。ベータ版の時はいけてました。最後ドラゴンインストールです。ずっと強化され続けても誰も使わないからまた強化してきましたね。そろそろドラゴンインストール使えるようになるかな。もしかしたらドラゴンインストールで暴れつぶしをしてっていうこともあり得るかもしれませんね。で、さらにダッシュとか移動速度系が速くなってるみたいです。チップぐらい速くなるんですかね。めちゃくちゃ楽しみですね。しゃがみ系はノックバック減少みたいです。ガードされた時に投げに行きやすくなったみたいな感じですね。6K 必殺技キャンセル可能。これはヒットした時にコンボになるっていう感じですかね。今までコンボにならなかったので。ガード時はどっちにしろ今も有利フレームなんで、あんまり関係ないですかね。金 S、硬直時間を短くしました。どれぐらい短くなるかっていう感じですね。あんまりでも変わらないんじゃないかなと思います。円 S とか 2S は、まあ、位判定縮小ということで、技の判定が強くなるってことですね。地上戦やりやすくなると思います。ジャン P、ジャン K、ジャンハイスラは、ヒットさせた時に、地上で拾いやすくなったっていう感じですかね。コンボをしやすくなったっていうイメージな気がします。なぜかジャン S だけ仲間外れにされてますね。まあ、ジャン S に関しては、位判定が縮小ということで強くなるっていうことみたいです。で、次ジャン D、なんかすごい強化入ってるんですよね、これ。ちょっと全部読み上げると長いんで読み上げませんけども、すごく楽しみな調整だなって思います。特にね、ジャンキャンとか可能になったのはすごい楽しみだなっていう感じですね。で、地上投げ。あんまりまあ、変わってないかなっていう。ロマキャンした時のコンボが少し変わるのかなっていうぐらいですかね。で、一番やばいなって思ったのはこのショックステートのランです。これがすごい弱体化食らってますね。テスタメントのステイン状態と同じような感じですね。めちゃくちゃ弱体が食らってますけど、その代わりスタンエッジが強くなってるっていう感じなんですかね。はい、で、チャージアタック。一定時間経過することで使用制限が解除されるようになりました。まあ、今まで画面にあったら出せないっていう感じだったんですかね。それが一定時間経過で出せるようになるとのことなんで、もしかしたら画面の中にスタンエッジのチャージアタックが2個とか3個とか出るようになるかもしれません。次はフードルアルクですね。これに関してはあんまよくわからないですね。弱体化でも強化でもないような気がしますね。どうなるんだろう、これ。ちょっとわからないです。で、次はベイパースラストですね。下方向の攻撃判定を拡大とあるんですが、まあ、ソルみたいなキャラの足払い。ああいう停止性技に当たらなかったんですよ、昇竜拳が。でも、今回のこの調査でもしかしたら当たるようになるかもしれないので、リバサで昇竜拳打ちやすくなったかもしれません。で、この金色バーストに関してはちょっとよくわからないです。ごめんなさい。で、空中ガードされた場合、相手キャラが従来に比べ早く着地するようになりましたというのことで、これ結構ね、前まで問題だったんですけど、空中ガードした場合確定が取れないみたいなことがあったんですけど、それがなくなったみたいですね。まあ、昇竜拳対空みたいなのがちょっとやりにくくなったかなっていう感じですかね。ダイヤエクラは先ほど見ましたね。で、ライドザライトニング、これも弱体化ですね。単発ヒット確認みたいなのがもしかしたらなくなるかもしれません。結構な弱体化ですね。
で、ドラゴンインストールも先ほど見ましたね。はい。こんな感じみたいです、会話。まあ、全体的に見ると強化ではあるんですが、ところどころ結構嫌な弱体化とかが入ってたりして、どうなんだろうなっていう感じはありますね。来てみてからのお楽しみですね。はい。ということで、以上、今日の動画になりました。